いいお知らせと悪いお知らせ、どっちから聞きたい？まあ大したことじゃないのだけれど、本部が私たちの送ったデータを分析して2つの報告を送ってくれたの。赤い結晶には微量の崩壊エネルギーが含まれていて、それは結晶外核の内側に集中しているみたい。この現象は自然発生のものではないというのが博士の考えね。つまり自然にできたものではなく、これは人為的に作られたものよ。あの怪物たちのことも博士がその動きを研究したけれど、結論は私たちの予想と同じだった。自然の生き物と比べてセントフォンテーヌの怪物たちは構築物に近い。これで全部よ。このお知らせ自体半分いい半分悪いのよ。違うわ、心理テストだったのよ。いいお知らせと悪いお知らせ、どちらを先に選ぶかってね。その答えであなたの性格がわかるの。とにかくこの報告の結論から疑問は一部解けたけど、黒幕がセントフォンテーヌを支配していること以外何も証明できなかったし、実際の問題も解決できていないわ。情報がまだまだ足りないってことよ。そしてそんな状況下で私たちは任務を遂行するの。それもそうね。とにかく今は任務に集中しましょう。装備を持って出発するわよ。ベルトさんの位置も分かったし、これ以上時間を浪費しないようにしないと。目標位置の計測は完了した。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。素材習得。わかった。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。わかった。了解。隊長、目標を発見しました。この結晶は硬そうに見えるけれど、内部の任務。分かった。この怪物たちには不自然なところがたくさんあるわ。互いに交流せず戦闘のコンビネーションになる。知能がなくただ命令通りに動いて、こんな区別に私たちが負けるはずがないわ。
了解。ああ、任務の資料はすべて頭。わかった。一気に潰そう。隊長、目標を発見しました。燃やし尽くせ。
術者エネルギーはここから出ている。そうよね。この辺を捜索してみましょう。やったと。ねえ、それ本気なの？ベルトさんがここに隠れていると思うの？素材回収完了。変な匂い。そこは調べなくていいわ。やだ、まだ匂いが鼻の奥に残っている気がする。これって人工の川？水、よどんだ水が溜まっているっていうのは。舐められているよね。承知した。何か聞こえない？あそこからのようね。隊長、こちらへ。